ABC 僕はオリバー。街行く人を見ていると僕にはわかる。この春この街で働き始めた彼女はまだオリバーではない。ちゃんと並んで整理整頓もして、なのにあたふたしてしまう。あの真面目さが切なすぎる。誰か教えてあげて。あ、すいません。フレキシブルペイで大人気、新生活にスマホの口座オリーブ。少々お待ちください。ありがとうございます。すごい。確認お願いします。クランクアップの時間だよ。お疲れ様でした。おめでとうございます。立派なお花が、ありがとうございます。一言も会話をすることもなく終わってしまったのがちょっと寂しいなと思いながら。ちょっとお話したかったですね。うん、でもたくみくんとは違う視点がまた入って、うん、この世界のなんだろう物語がまた違う目線で始まっていくのが面白いなって思いながら、完成が楽しみです。そうです、はい、始めました。始めました勝手に見てるんでテレビとか。いや、もうこちらこそなんかやっぱり存在が何ですかね、マスコット的というかキャラクターが強くて、やこういう不思議な空間の世界にはマッチしてるなと思って。嬉しいですね、はい、いやこの場所も前回初めて CM 出演したところと全く同じ場所なんですけど、前回はめちゃくちゃ暑かったんですよ。そうなんだ。本当に夏場でも蒸し風呂状態で、で今日来てみたらもう極寒になってて、こんなに違うのって、もう30度ぐらい違うんじゃないかっていう寒暖差にびっくりしましたね。あ、1年が経ったんだなって、新しい季節をこのオリーブの世界で冬になってる私がいるってなったら、ちょっとこの世界に住んでる感出るのかなと思ったりとか。今大河ドラマをやっていて、ね、めちゃくちゃロン毛なんですよ、はい、ロン毛っていう、はい、ずっと長時間つけてるともうここら辺がギチーってなってきて、はい、でも撮影終わって外す時のあのパカが生まれてきたみたいな感じの開放感が、体験したことないけど今話聞いただけですごく解放感ありましたもん。そう、あーみたいな気持ちいいって言いながらブラッシングしてもらってます。解放感、これはもう今まさに吉高さんもおっしゃってましたけど、大河ドラマ今撮られてると思うんですけど、はい、まあ、舞台が、まあ、京都の宇治だと思うんですけど、はい、僕実は京都の宇治出身で、なのでもしなんか今後撮影とかトークショーとかで宇治行かれることがあったら、はい、美味しいお店とか、わあ、綺麗な景色とか紹介したいなと思ってます。あららら、ら、はい、今パッと簡単に言えるところで言うと、もう百人一首の歌でも読まれてるんですけど、宇治橋っていう、うん、宇治川に架かってる橋があるんですけど、そこからこう上流側、橋の上から宇治川の上流側を見た時に大吉山っていう山とか、うんうん、それこそ川の中に遠野島っていう川の中に島があるんですけど、そこがね、それがすごく風情があって、とっても素敵な景色なので、もう春夏秋冬いつ見ても美しい、いいですね、景色なので、ぜひ行かれた際には。そうなんです、はい、京都ってどこもいいんですよね。京都いいですよ。どの時期もいいし、はい、ちょっと体験してほしいですね。そうですね、ぜひ行ってみたいです、うん。